今日は間がねあるトートバッグ作ります。頑張って。両方とも表リバーシブルですよ。片側にはキルト芯を貼って片側は接着芯にします。持ちは細めなんですね。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布で割と大きいトートバッグ作りますが、ちょっとね持ち手は細くしようと思います。大きめのポケットつけるんですけど、ポケットはなくてもいいです。材料のチェック。表布、リバーシブルだからこちらも表布、いずれかは裏になるんですけど、で持ち手です。ポケットはお好みです。本体の布です。40cm×47cm、 40cm×47cm です。こちらにはねキルト芯を貼ってみました。接着芯でも大丈夫ですよ。私が愛用しているキルト芯は片面のり付きタイプです。アイロンでサッと貼れます。こちらも本体です。サイズは一緒になります。サイズは 40cm×47cm、 40cm×47cm です。でこちらはねキルト芯じゃなくて接着芯にしました。持ち手は 6cm×68cm、 6cm×68cm とちょっと長めです。少し細めで、ちょっとね強度を持たせたいので、半分に接着芯を貼って4分の1にキルト芯を貼りました。全面に接着芯を貼ってもいいです。細いので太くしてもいいです。ポケットはなくても大丈夫です。今回は大きめです。ポケット用布のサイズは 48cm×30cm、 48cm×30cm です。ファスナーは 25cm。 まずポケットから作っていきますね。中表に合わせてください。中心合わせています。で、紛れ接着芯を、ファスナー取り付けるところに貼りましたが、貼らなくてもいいですよ。布端から5センチのところに布をセットします。ポケット端の布から3センチのところに 1cm×26cm の四角を描きます。見えますかね。で、真ん中に横線と、で両サイドをね組みたいにしてください。で、縫うのはこの四角を縫いますよ。 1cm×26cm の四角を縫います。真ん中に描いた線と両端の組みたいのは、ここはね切ってね穴を開けるためですね。半分に折って真ん中にちょっと切り込みを入れて、そこからねハサミを入れて真ん中の線と両サイドのこのね組みたいのを切ります。端までねしっかりと切り込み入れてください。ポケット布をこう穴からね反対側に返すとね穴が開きますね。ここはねしっかりとアイロンで形を整えれば、綺麗になります。ファスナー開いてる方、端から 2-3 ミリのところを縫い留めておいてください。手縫いでいいですよ。中心を合わせてファスナーを置きます。穴を広げすぎないように、布端から 2-3 ミリのところを縫ってファスナーを固定していってくださいね。意外とね簡単にできますが、ちょっと布がね大きいから縫いにくいかもしれません。これで終わりではないんです。裏に返してポケットの布を中表に合わせて2枚一緒にコの字に縫い合わせます。縫い代 1cm でコの字に縫い合わせてくださいね。布2枚一緒に縫ってしまいますよ。これでねポケットができるんです。ちょっと大きいかなと思うけどね、割と大きめいいです。紐はサイドの他に真ん中も縫いました。こうするとねちょっとなんかしっかりしてねいいんですね。本体に、持ち手を仮縫いしていきます。持ち手の端を 1cm 出して縫い代 5mm で仮縫いしてください。中心なんと 25cm 開けます。縫えたら、表布をね、中表に合わせてコの字に縫い合わせます。縫い代 1cm です。で、ここ縫えたらねこの後まちを縫っていくんですが、なんとなく縫い代はね開いておいた方がいいかなと思うんですが、キルト芯を貼っているので縫い代は開きにくいかもしれません。
待ち。まずね15センチ作ります。で15センチの待ち作ったら再度ね1センチずつ、サイド側に折って縫い留めます。こうすると丸いシルエットになるんですよ。もう一つの本体、まあ裏ではないでね、もう一つの本体も同様にこの字に縫って待ちを作ってくださいね。縫えたら、まあ一つを表に返して中表に合わせて袋口を縫い代1センチで縫い合わせます。一部に返し口を作ってくださいね。この袋口に返し口を作ることで、リバーシブル仕様になるんですね。この返し口は袋口を縫い押さえるときに閉じられます。ちょっとねもう一手間かけてます。こうして袋口を中心に向かい合ったまちを縫い合わせると表に返した時に引っ張っても出てこないようになるんですね。ぐるぐるっと縫い押さえてくださいね。できました。完成です。わーい、かわいいと思ったらできました。完成です。わーい、両方表ということで2回できましたを言ってみました。個人的にはこのね25センチのファスナーいいですね。今回のトートはなんていうかな、横に広くて、まあ、縦はちょっと短いんですけど、マチがしっかりあるので、いっぱい入ります。あえてね持ち手の間広くしたんですけど、通常よりかなり広くなっています。持ち手もわざとね長めにしていますが、もう少し短くしても肩にかかりますね。あと10センチぐらい短くしても大丈夫かとは思います。こんなねクリップで留める持ち手もあるんですよね。こういうのでこうアレンジの仕方見てみるのもいいかもしれません。このクリップの持ちで確か51センチぐらいだったかな、ね、割と短いんですよ。こちらもねいいでしょ、リバーシブルです。気分転換に両方使えるのいいですよね。ポケットはね、もうこちらにもねつけてもいいかなと思っちゃいました。とにかくポケットがね便利です。袋口からまちまでは30センチです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。本好評発売中です。見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。音声配信始めました。聞いていただけると嬉しいです。ボイシーとスタンド FM があります。ツイッター、インスタグラムもあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またねー。